東京タワーを監んと僕と、ドキドキ、おとんは、リリー・フランキーの自伝的長編小説である。EN タクシー総刊号から9号に、連載、2005年6月29日に不走者から、刊行された。著者初の長編小説で、著者の少年時代から、青春の方向を経て、おかんと過ごした、最後の日々までを描く。第3回、2006年本屋大賞受賞作。 2006年と2007年にテレビドラマ化、2007年に映画化、舞台化されている。フジテレビ系、土曜、プレミアムで2006年11月18日に放送された。東京タワーをかんと僕と、時々、おとんと題して、フジテレビ系、月9ドラマ枠で2007年1月8日から3月19日まで放送された。全11回、主演は、 早見もこみち。小畜配給で2007年4月14日に公開された。松岡常治監督、松尾鈴木脚本、小田切城主演。第31回日本アカデミー賞、最優秀作品賞受賞作。2007年に、蓬莱龍太脚本、G2 演出、萩原雅人主演で舞台化作品が上演された。キャストスタッフ公演日程関連商品。 ありがとうございます。